レッスンとか一人でバスで行ったりとか、なんかこう電車で行ったりとか、一人でこう芸能界を目指す身としてどんどんこう独り立ちの練習をしているじゃないですけど、俺ってこうやって一人で何でもしていくことになるんだって考えたら、すごくあの頃は日々なんかいろんな刺激を受けまくって、すごくそれはなんか大変だったのかなって思うことはありましたね。小学校6年生の終わり、中学校1年生になる代から通ってたんですけれども、バスとか電車とかで行くことがあったりして、運賃表を見て切符を買って、まだ IC カードあんまり持ってない時だったので、頑張って自分で上と券売機を照らし合わせながら買ってました。いわゆるこう市内に一人で来るっていう風になったのは、まあ、EXPG に入る前からこういうスクールに通ったりってなんかこういう活動するっていうのは小学3年生ぐらいからやってはいたんですけど、やっぱ一人で通う寂しさはあったんですけど、その何ですかね、頑張る中でやっぱり一つステージがあったりする時に、やっぱり親が見に来てくれたり友達が見に来てくれたりっていう環境があったんで、やっぱすごい、まあたまには悔しい思いもあったんですけど、すごいなんか楽しみながら今までやってこれたのかなとはすごい思いましたし、福岡だとやっぱりラーメンだったり、帰りがけに先生にラーメンの屋台に連れてってもらったりとか、すごいそういう思い出もあったり、それこそ高台だったりとかは一緒に一つお気に入りのお店があって、当時学生だったんですけど、学割が効くお店ですごいお財布に優しいお店とかを一生懸命探してみんなでご飯食べてっていうので、なんかすごいなんかこういう市内に来ると、あ、こういう思い出あったなっていうのは今でもなんかほっこりするというか、ここに来ると懐かしいなって感じたりしますね。博多から経由してたんで、だいたい片道1時間ちょっと、1時間半ぐらいですかね、かかってましたね。多い時で週5ぐらいですかね、週5で、まあ土日は EXPG 入る前とかもあれですね、路上ライブとかもそれこそやってました。本当にこの近くでやってて、なんかお兄さんとかにここで歌っていいですかみたいな感じで相談したりとか、なんか全然僕も初心者ではあったんで、手探りではあったんですけどやってましたね。最初本当にもうあるコンテストの決勝に進出した時に、自分がどこまで、そう、どこまでいけるかとか、なんかメンタルをただただ鍛えるためだけに始めたみたいなところあったんで、最初マイクなしでもうただただひたすら一曲リピートで歌ってたんですけど、なんか徐々にその応援してくれる方がいて、でなんかすごい楽しくて、そのおかげでなんか今こうやって歌をもっと好きになれてるというのもありますし、その時に応援してくださってる方がいたから、なんかいわゆる変声期だったりっていう挫折も乗り越えられたのかなっていうのはあります。当時はまだギター弾けなくて、そうですね、アンプをこう抱えて生で歌ってました。そこで2人で行った思い出の場所だと、もういろいろあるよ。いろいろあるね。それこそ市役所前の、鏡とかはいわゆる当時福岡で組んでたグループがあって、でそのメンバーと一緒にね練習してたよ ね、ダンサーの聖地みたいなところで、うん、あそこに行くとね必ず高校生の方がダンスしてたりとか、なんかいろんな方が踊ってたり、なんか撮影してたりとかしてたんで、その順番待ったりね。そうですね。でなんかコンビニでご飯買って食べながら時間潰して、で練習めっちゃするみたいなルーティーンはありましたね、はい、だからその前後にいわゆるトマトラーメンを食べに行ったりっていうのはしてましたね、目指してる。わあ、でもすごい、もう先輩しかいないんですごいあれなんですけど、でもそれこそ僕らアイコン Z っていうオーディションきっかけで
生まれたグループなんですけど、その時にプロデューサーをしてらっしゃったあの正吉さんはすごい本当に今でも楽曲だったりをプロデュースしてくださってて、なんか本当に音楽を生み出すなんか力だったりもすごいそうですし、先日その初期さんのソロツアーを見に行かせていただいたんですけど、その時にやっぱり何ですか、熱意というか熱量が本当にすごくて、でやっぱりそういうなんか熱い男になりたいなっていうのは本当に思いましたし、やっぱり何でもできちゃうじゃないですか、楽器もそうですし歌えるし踊れるし、なんか僕もなんか今後グループで活動していく中でやっぱりそんないろんな何ですか、自分の表現の幅がどんどん広くなってって、なんかグループでどんどん活動していくときに何ていうんですかね、役に立っていける、なんか存在にもなりたいなっていうのはすごい正吉さん見て思いましたね。僕は EXP 人生の頃から SNS とかでこう似てるって本当恐れ多いながら言っていただいたことがある、あの EXILE さん、ファンタスティックスさん兼任されてる佐藤大樹さんに似てるって言っていただいたことがすごくきっかけで、全ドラマ映画とかを見させていただいて、何かこう演技だったりとかパフォーマンスだったりとかその他バラエティとかで活躍されてる姿を見て、あ、こんなにこうオールラウンダーなこう方がいるんだっていうのを知って、そこからこうすごく尊敬させていただいてて、もういろんな洋服のお下がりいただいたりとかすごく可愛がっていただいておりまして、僕が今こうこんな風に活動していきたいって思える方の一人です。はい、ありがとうございます。はい、リルリーグの、夢としましては、オーディション当時は5年後と言っていたんですけれども、そこからもう結構月日が経ちまして、もう3年後になったんですけども、そうですね、ドームツアーをしようという、夢を掲げておりまして、本当にそれは簡単なことではないのはメンバーもめちゃくちゃ承知というか、そこまでどんなに身を削ってでも、どんなに自分たちが打ちのめされようとそこまで絶対向かってやるっていう話をもういつもしてて、そこまでのメンタルとか気持ちは絶対に誰にも負けないなと思っているので、絶対にその夢をファンの皆さんと一緒に叶えていきたいなと思っております。そうですね、僕の一つの夢としては山田光大というアーティストを一つこう確立させることをすごく目標としてて、今ってこうアーティストの皆さんたくさんいろんな方が活動されている中で、自分自身を作り出すとか生み上げるすごくこう難しいことだと思うんですけど、何かこうやっぱこれが光大だよね、こういうことできるのが光大だよねとかって言っていただけるような自分を作れたら、何か武器になったりとか、それをこう好きになっていただける方とかがいてくださったら、何かグループに絶対還元できるものがあると思うので、今はもうただただ自分を磨いていきたいと。幼稚園生の頃からダンスをやっておりまして、そこからマイクを持つようになって、いろんな考え方が変わって、もうダンサーではない、やっぱ一人のアーティストなんだって自覚した時に、よりこうマイクパフォーマンスを広げていきたいなと思っておりまして、今はダンスとボーカル、ラップの三刀流でやらせていただいてるんですけど、どれもやっぱ中途半端にだけはなりたくないので、全部突出していけるように磨いていきたいです。そうですね、本当にもうグループとしてはもうみんなそれぞれ同じ目標を5年後にドームツアーも今ではどんどん期限は迫ってきてるんですけど、本当にそれはみんなきっかけは光大が言い出してくれたんですけど、本当にそれは今僕らメンバーだけじゃなくて、本当に周りのスタッフさんであったり、それこそ今応援してくださってるファンの皆さん、みんなにとっての夢でもあるので、それは絶対に叶えてやるぞっていう意味では、本当に僕ら一人一人今練習だったりもそうですし、あとは何としてもやっぱり一人一人がやっぱ確立できるぐらいのまず存在にならないとなってのはすごい思ってて、何て言うんですかね、それぞれが一つのアーティストとして確立して、それが集まったからリルリーグなんだって、でやっぱりリルリーグが好きで見に来てくれる人っていうのもすごい増やしていきたいなっていうのは思っているので、これからまだまだ本当に壁は大きいと思うんですけど、一つ一つ
段階踏んで頑張っていけたらと思ってます。僕はすごい歌を強みに頑張っているんですけど、よりもっと深く世界でも戦えるレベルでグループを引っ張っていけるぐらいのボーカリストとしても頑張っていけたらなと思ってますし、やっぱりすごい今いろんなグループのやっぱグループがやっぱ世の中いるので、なんかその中で唯一無二の人として確立できたらいいなっていうのはすごく思ってますね。